プロとプログはプログレッシブロックミュージックの最初の波に関連する最も初期の成果であり、当時はプログレッシブポップとして知られていた。このようなミュージシャンは通常伝統的なロックの影響を受けない近代音楽やその他のジャンルからの影響を受けた。彼らはしばしばより長く複雑な作曲、メドレーとして相互につなげられた歌、スタジオでの作曲を採用した。 その動向を予見するだけでなく、プログレッシブロックを開発するにあたって、不可欠だったアーティストの中には、ビートルズ、ビーチボーイズ、ドアーズ、プリティシングス、ゾンビーズ、バーズ、グレートフルデッド、ピンクフロイドなどがある。ムーディー・ブルース英国で、プログレッシブ、スタイルという方向性が1960年代後半に登場したが、1967年までに、 プログレッシブロックは緩やかに関連付けられたスタイルコードによる多様性を構成するようになっていった。プログレッシブというラベルが到着すると、その音楽はプログレッシブロックと呼ばれる前にプログレッシブポップと呼ばれた。プログレッシブという用語は標準的なポップミュージックの公式を打ち破ろうとする幅広い試みを指している。音楽ライターのドイル・グリーンはプロとプログというラベルが 後期のビートルズや、フランク・ザッパ、ピンク・フロイド、ソフト・マシーン、そして、ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカにまで広がると信じている。プログレッシブ・ロック本の著者である、エドワード・マカンは、ナイス、ムーディ・ブルース、ピンク・フロイドなどのサイケデリックバンドが、プログレッシブ・スタイルの最初の波であり、イギリスのプログレッシブ・ロックの最初の波だと言っている。逆に、 学者のポール・ヘガティとマーティン・ハリウェルは、ビートルズ、ビーチ・ボーイズ、ドアーズ、プリティシングス、ゾンビーズ、バーズ、グレート・フル・デッド、ピンク・フロイドを単にプログレの先駆者としてだけでなく、その初期の進歩における本質的な発展として特定している。当時、批評家は一般に、キング・クリムゾンのアルバム、クリムゾン、キングの宮殿を、ムーディ・ブルース、プロコル・ハルム、ピンク・フロイド、 ビートルズに代表される1960年代後半のプログレッシブロックの論理的な拡張と発展であると考えていた。マカンによるとこのアルバムは初期のプロトプログレッシブバンドを独特ですぐに認識できるスタイルにするものとして音楽を結晶化するためプログレッシブロックに最も影響を与える可能性があるとしている。彼は1970年代の クラシック、プログと1960年代後半のプロとプログをプロとプログレッシブバンドが引き続きサイケデリックロックの要素を意識的に拒否しているかどうかで区別している。中期出展書士、ありがとうございます。